今年度どこよりも早い周年記念、若松パイナップルナイター G1 全日本覇者決定戦開設55周年記念競走、いよいよシリーズ覇者を決めるその時がやってきました。舞台は鏡のような清水面です。優勝戦1号艇は福岡の平田忠則、2号艇大阪の野添隆弘、3号艇兵庫の金子龍介、4号艇福岡の宇流正義、5号艇東京の斉藤仁、6号艇は静岡の横澤浩二です。本番レースも枠なりで作戦行動が進んでいます。1号艇は地元の平田です。すべての思いを今このレースにぶつけます。足に一切の不安はありません。若松周年2度目の制覇へ、1号艇平田が人気の引戦。2コースは2号艇の野添、若松は SG 初出場を果たした思い出の水面です。3コースは3号艇の金子、準優の一まくりは圧巻でした。そして4号艇地元の宇流が4コース、準優では執念の逆転を見せました。地元が誇る賞金王戦士4号艇宇流が角、そして5号艇斉藤と6号艇横澤は G1 初優勝を目指します。枠なり3対3、1番2番3番4番5番6番でスタートしました。優勝戦の第12レース、うちの艇が好スタート。さあ1号艇の平田が速攻態勢、1号艇の平田が逃げる、2号艇3号艇5号艇と旋回も寄せつけませんでした。1号艇の平田が先頭、スタートは前提正常でした。早くも抜け出しました。1号艇の平田が先頭です。2番手は3号艇の金子龍介、その後ろは5号艇6号艇が並んで1周にマーク、トップは1号艇の平田、2番手ターンが3号艇の金子、3番手6号艇の横澤が待って、内を入ってくる5号艇の斉藤仁、3番手はなおも並走5号艇6号艇、レースは2周目に入っています。先頭は早くも大きくリードしました人気の1号艇平田、2周1マークをクリア。2番手ターンが3号艇金子龍介です。さあ3番手争い、握って回る6号艇の横澤、内側から5号艇の斉藤、さあ3番手は激戦続きます。さらには2番手との定冠も詰まってきました。さあ2番手以降は分かりません。2周2マークの旋回、それを尻目に独走は1号艇の平田忠則です。2番手で回っていく3号艇の金子龍介、続いて5号艇6号艇相次いで旋回しホーム側、2番手はしっかりと3号艇の金子龍介、後方3番手は依然接戦模様、6号艇5号艇が競り合って最終周回です。4号艇の宇流は5番手最後方に2号艇の野添となっています。最後のバックスレッジ、堂々の逃走劇、1号艇の平田、2番手が3号艇の金子、その後ろは6号艇5号艇依然競り合って向こう正面に入ります。さあ先頭は1号艇の平田です。この大歓声が平田に届いているでしょうか。逆境も苦難も結果で跳ねのけねばならない世界、地道な努力が実を結ぶことを今この人が証明します。通算25回目、若松周年2度目は地元の平田が先頭で間もなくゴールとなります。先頭1番平田が優勝のゴール、3番金子ゴール、6番横澤、5番斉藤の順でゴール、4番宇流、2番野添ゴールイン。以上優勝戦全艇ゴールインしました。